安倍歌が涙私自身がすごく弱かった衝撃の。敗戦から3時間50分気持ち整理し取材。対応勝ちへの気持ち強くプレッシャーに。負けてしまったパリゴリン柔道女子。52km9.2 回戦28日シャンドマルス。アリーナに連覇を狙うアウ24パーク24。は2回戦で世界ランク1位のケルディオロ。 ハウズベキスタンと対戦しまさかの一本。負けに終わった連覇の夢が立たれた順々。決勝まで進めずメダルの可能性も消えた。安倍カが負けたのは、危険を除けば19年。11月の GS 大阪決勝でのブシャール以来。約5年ぶりの敗戦となった写真台595は、両親のいる観客席へ昇進の安倍カに、 寄り添う姿に、感動まさかの灰から50分後取材に応じた。安倍派は本当に悔しいという一言五輪と、いう舞台で勝ちきれなかった私自身が、すごく弱いんだなという気持ちですと涙を。浮かべながら言葉を絞り出した試合につい、手は最初にポイントを取ってもう一個取ら。ナイトという取り急ぎでいた部分があった。 相手の技が本当に上手くて自分も対応でき。ずなげられたと振り返りのシードで1回。戦からの登場になったことについてのシードっていうのはあんまり気にせずやる。べきことは変わらないと思っていたと強調。した兄姫兄さんと誓い合ってきた兄弟連覇。の夢を絶たれ普段の試合と違った緊張感が。 あって絶対に勝ちに行かないといけないと、いう気持ちがすごく強くてと言葉をつまら、せそのプレッシャーに負けてしまった自分、と異変を感じることはなかったですけど、またしっかり落ち着いて自分自身を、振り返ってみたいなと思いますと語った兄、兄さんとの会話についてはお疲れ様という、言葉をかけてもらいましたと明かした試合。 直後の涙については、この五輪という大会に、いろんな思いを持って全てをかけてこの一、火のためにやってきた負けた瞬間は、あんまり冷静に自分を保つことができ、なかったと振り返り今後については今は、落ち着いてから考えたいと思いますと明言。はしなかった国際大会30連勝中の絶対、 女王にまさかの事態が襲った2分14秒で、内股で割を奪ったが3分4秒に谷楽を、浴びて背中から叩きつけられた試合後は頭、を抱え呆然畳み折り関係者に行くと声を上げて、号泣した立ち上がることができなかった。会場からは歌コールが起こり背中を押す。ように拍手が鳴り響いた。